それでは口のない一番街理事長米山様よりお祝いの言葉をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。ただいまご紹介に預かりました口のない一番街協同組合理事長の米山でございます。本日は皆様ようこそお越しくださいました。早いもので、この神輿東京も、今年で10回目になります。こうして毎年毎年、このお神輿をできますのも、ここにいらっしゃいます神輿会の皆様と、今日、ご来場いただいている皆様のおかげだと深く感謝しております。どうもありがとうございます。この神輿渡しはですね、手羽祭りというお祭りの、イベントの一つとして、催しさせていただいております。このへそ祭りというのはですね、横浜市の中心が西区である。その西区の中心おへそがこの藤棚であるという祈願を持ちまして、藤棚に、ちなむ5つの商店街が集まって、一緒になって、催しているお祭りでございます。今年もですね、このおへそを、おみこしの皆様が渡っていくのを、心待ちに楽しく、思っております。今日も天気は上々でございます。この、天気でですね、この熱気をそのまま商店街の方にお持ちいただきまして、商店街を盛大に盛り上げていただければと思っております。どうも皆様、今日はよろしくお願いいたします。米山さん、ありがとうございます。続きまして、市議会議員清水富夫様よりお祝いの言葉をいただきたいと思います。皆様こんにちは。ご紹介いただきました地元西区市会議員の清水富夫です。平成28年11月3日この抜けるようなすがすがしい青空のもと、菅官房長官からもくれぐれもよろしく皆さんに伝えてほしい、こういうふうに言いつかってまいりました。地元の皆様、そしてお集まりの保存会の皆様、そして地元商店会の皆様、一つになって素晴らしい一日にしてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。清水総理様、ありがとうございました。それでは神輿会を代表いたしまして、東睦巳会長斉藤様、よろしくお願いいたします。いいよ。ただいま紹介いただきました東睦巳の斉藤でございます。やらいの雨もすっかり上がって、今日はこのように文化の日にふさわしい日本晴れになりました。これも皆様のおかげだと心から感謝を申し上げてあります。先ほども皆様おっしゃいましたが、へそ祭りは30年、そしてへそ祭りの一環としておみこしのパレードが今年で10回目の節目の年でございます。まさにその年を祝うがごとくに晴天になりました。これも皆様のおかげです。そしてこのおみこしのパレードが続けられるのも、商店街の皆様、そして役員の皆様、そしてその方々のご尽力によりまして、西区西前小学校、そして地域の皆様が協力をくださったからできるんであります。どうか皆様、その方々に大きな拍手で答えてください。ありがとうございました。今日は県の内外からこれだけのたくさんの人がお出になりました。限られた時間ではございますが、仲良く楽しく担いで年末を飾っていただきたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。斉藤会長、ありがとうございます。それでは今日ここに参加している神輿会を純不動ではありますが紹介したいと思います。横浜東睦巳、
横浜天風むつみ、横浜白蓮むつみ、横浜最優会、横浜伊勢むつみ、横浜北進会、横浜菓子むつみ、お囃子で西山囃子、生麦囃子が参加、合計みこし7団体お囃子団体です。よろしくお願いいたします。続きまして、今日このおみこしをやるにあたりましての注意事項を白蓮むつみ会長安太郎様よりお願いいたします。おはようございます。これから注意事項をお願いいたします。昨年反省会で、なんかみこし峠の時に、商店街の花壇を踏まれたって、お花を踏んだっていうなんかクレームが来ました。そういうところには立ち入らないように、それと、トイレの問題、トイレは各場所にこの公園商店街入っても、ところどころを貸していただけるところがあります。みんなももう10年もやってるんで分かってると思うんですが、分からない人は各界の人に聞いて立ち消をしないようにお願いします。それと休憩時に、みんな座って、くつろぐと思うんですが、歩道の方は、見物の人、お年寄りや子供が歩くので、なるべくみこしが通る歩道、路上の方で休憩していただけるようにお願いします。みんな聞いてる？みんなルールを守って、楽しい飛びにしましょう。それとどのみこしを担いでも構いません。喧嘩もめ事のないように最後までみんなで楽しく過ごしましょう。よろしくお願いします。安原会長ありがとうございます。それではここで少し肩を入れたいと思いますので、各会の責任者の方はみこしの上に上がっていただけませんか。
Peace.